広島市中区の中央通り、およそ300メートルの通りの両側に等間隔で植えられている白木蓮です。ソメイヨシノが咲く前に満開を迎える春の花で、白い大きな花を上向きに咲かせます。白木蓮の木は排気ガスなどにも強いので、街路樹としてもよく植えられてきました。そしてここ中央通りの白木蓮には歴史があるんです。植えられたのは1994年、広島市でアジア競技大会が開催された年に中央通りのアーケードの完成に合わせて植えられました。これまで30年近く買い物客などの目を楽しませてきました。花の見頃はもう少し続きそうです。